皆さんこんにちは。 YMC メディカルトレーナーズスクールでストレッチの講師をしておりますトレーナーのジェイクと言います。今日は自宅でできる、しかも椅子に座ったままできる簡単な下半身のストレッチをやっていきますので、皆さんも一緒にやっていきましょう。で、他にも簡単なセルフ整体やセルフトレーニングを僕と相棒でやっているジェイク&ユータチャンネルにもたくさん載せてますので、こちらもチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。まず今日用意するのはこちらのレースタオル、こちらを1枚だけ用意してください。ではまずは足先、ふくらはぎの方からストレッチをやっていきます。このタオルをつま先にかけて膝を伸ばします。でそのままつま先を立てた状態で体をおへそから前にグイッと倒すようにしていきます。横から見ると足を立てて背筋伸ばしておへそが前に、この状態です。ふくらはぎから膝の裏まで伸びる感じがあれば OK です。足の筋肉は上半身よりもかなり大きいので、ストレッチの時間は30秒から40秒ほどかけていただきます。今日は30秒でやっていきましょう。はい、それではカウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻します。続いて反対の足をいきましょう。膝を伸ばしてつま先を立てます。タオルを引っ掛け背筋伸ばしておへそから前に倒すようにします。はい、このまま30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻します。では次はお尻のストレッチをやっていきます。伸ばしたい側の足を片側の足にかけて、背筋をまっすぐ伸ばした体勢からおへそを前にグイッと出すように倒していきます。横から見るとこういう状態です。背筋をしっかり伸ばして体を前に倒します。お尻が伸びる感じがあれば OK です。はい、それでは30秒カウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻して足を組み替えて同じように伸ばしていきます。背筋を伸ばしておへそから前に出すように倒していきましょう。はい、そのまま30秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻しましょう。では今度は内側のストレッチをやっていきましょう。少しだけ浅く立てて足は大きく開きます。両手を膝の上に置いて手に体重をかけます。そのまま体をひねっていきます。横から見るとこの体勢です。この状態でひねります。腰と股関節、内ももに伸びる感じがあれば OK です。はい、それでは構えて膝
やりましょう。そのままカウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、振り戻して今度は反対側に来ています。はい、それでは30秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻します。で、今度は頬の裏側伸ばしていきましょう。ストレッチしたい側の足を伸ばして背筋を伸ばしましょう。膝を伸ばしている側の手は反対側の脇腹に置いて、手を大きく上げて横に傾けます。はい、このまま30秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻して、それでは反対側もやっていきましょう。膝を伸ばして手を反対側にして大きく開けたところから倒します。それでは30秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり戻します。それでは最後に深呼吸をしていきましょう。両手を高く上げて息を吸います。口から吐きながら手を下ろして、もう一度鼻から大きく吸って、ふーっと吐きながら下ろしましょう。はい、下半身のストレッチは以上になります。自宅で椅子に座ったまま簡単にできますので、ぜひやってみてください。それではまたお会いしましょう。またね。8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくりします。